誰になる？どうする？人間になった時、ご神秘変わっちゃうの？変わっちゃうの？野獣のみなんだね、杉田さんのね。野獣のみなんだ。野獣のみ。なぜ、なんかみんな CV しすぎた友和だとめでたしできないみたいな空気になってきた。そんなことはね、結構めでたしな時あるよ。あるよ、あるある。めでたしだよ。結構ふざけたイメージ強いですけど、すっごいお芝居上手いですからね。そうだよ、そうだよ。いや、だって今さ、シンカリオンでさ、ああ、お父さん。そう、お父さん役やってるけど、うん、なんかすごいドキドキっていうか、あったかい気持ちになるよ。あったかい気持ちになる。うん。あ、そうですよ。ねえ、素敵なお父さんしてくれてますから。死でもおかしくない年齢なのに、特殊。おいなんですからそうだからね、いつでもお父さんの気持ちになれるんですよ。そう、そうだよ、そうです。不正をね、感じてくださいよ。うん、はい。不正を。そういう話じゃなかった。そういう話じゃなかった。でリア充オタク特集というのが特集されていました。昔のオタクと大きく変わっているのがファッションと年間消費額だそうで、ファッションと年間消費額をリア充オタクと言われている人たちはおしゃれで年間2万5000円しか使わないそうです。僕はこれを聞いて、お金をたくさん使うオタクイコールリア充じゃないみたいな風潮が気に入りませんでしたが、皆さんはこういうオタクどう思いますかと。なんか私そのテレビ見た気がする。なんか話題になってたのは知ってる。そのお金を使う人イコールリアル自由じゃないみたいなね、うんうんうん、そうそう。いや、そもそもオタクっていうものの概念がさ、世代によって違いすぎるみたいな超マジな話でいい？そうね、アニメが好きだって言ったらオタクになる風潮あるよね。そうなんだよね、うん、まあ、もしくはインドア派みたいな人のことをオタクっていう風に表現したりもするから、ね、なんかまあ講義の意味でオタクって言ったらまあみんなオタクだし、うん、それこそ全然リアルが充実し、逆にオタク活動でリアルが充実してる人もいっぱいいるわけじゃない、うん、そうだね。ね、二次元以外にも友達がいっぱいいる人もいるしさ、うん、だからなんともね、この言いづらいよね、オタクの定義とはみたいな感じになるもんね、うん、ね、なんかこうオタクっていう言葉が広いからこそ、こうなんかこうテレビとかでね、報道するときって、うん、まあもうちょっとちゃんと報道してほしいなって気持ちはなくはないよね、やっぱりね。そうね。現にさ、そう呼ばれる人たちがいることだからさ、面白おかしく書いちゃいけないことだと思うんだよ。うん、そうだね。面白おかしくネタにはしちゃいけないやつだね。そうなんだよね。うん、まあでも、リア充オタクっていうのも言い方をするられる人たちっていうのはなんかやっぱ普通に、だから私も別に全然オタ活動するし、どっちかっていうと二次元と一緒にいるけどファッション大好きだし。そうだね。逆に言うとファッションオタクっていうのもいるわけじゃん。そうだね。確かにね。服についてめっちゃ詳しいみたいな、ね。詳しかったり。この記事はどこさんのどこでみたいなね。そう、あとね、なんかこう、どこどこのブランドがすっごい好きでね、うんうんうん、とかっていうのでさ、アニメのこの作品が好きでねって、絶対僕この商品買っちゃうんだの人と私は何が違うんだろうってやっぱ思うし ね、うん、そうね。確かにね。いろんなオタクだけど、うん、何が違うのかわかんないね。何が違うのか全然わかんないですね。いいことだと思います。むしろ、こういうちゃん、なんていうんですか？ファッションにも気が使えて、うん、で、なおかつ自分の趣味もできる人っていうのは。そうだね。友達を、うん、そうでいいよね。そうよ。うん、素敵なことだと思うよ。いいことだと思いますね。いいです、いいです。そんなガチな話でよかったんですかね。はい、ありがとうございます。ベルゼバブの現場で、ゆきさんがいて、サンソルさんと話してたの、はいはいはい。で、あ、おはようございますって言ったら、ゆきさんがいきなり俺に向かって、あ、ご主人様、今年もよろしくお願いしますわんって言い始めて。何それって。で、沢城さんの目がすごい怖くなって、杉田さん、これ何ですかって言って、俺だって知らねえよって言って、杉田さんがそう言えって言ったわんって言って、で、沢城さんの目がさらに邪悪になって、絶好です。え、杉田さん、二重の意味でなんか羨ましいんですけど、どういうことですか？意味わかんないだろう。ゆきさん、なんか、急にそんなひどいギャグを言い始めてね。いやいや、俺、杉さんのこと見損ないましたよ。そんなわけねえだろ。え？何？え？ゴーフルにご主人様ってます？え？うん、違うよ。多分あれ、岡本くんの名前ネタで、はい、盛り上がった時があって、お兄ちゃんと呼んでいいんだよって。じゃあ俺はご主人様とかかなって言ったら多分ボコられますよ、みたいな。しこりもふざけんなよ。お兄ちゃんっていうボケを言ったらそれを覚えてたみたいで、よりによって三四郎さんにチクりやがったって。でも三四郎さん可愛いんだよ。次の週会った時に、あ、杉田さんおはようございます。ああ、そうだ。今杉田さんとは絶好中だった。ああ、引っ張ってるんだ。そうそうそう。今引っ張られてる状況だから、今絶好中ですごい凹んでんだね、これ、ね。俺だってお兄ちゃんって呼ばれてるよ。いや、でも沢城さんのね、絶好ですって言い方がすげえかっこよくて。しょー、杉田さん、なんでどんなに美味しい思いしてる？なんで羨ましいんだよ。羨ましいって話。最初の日はマジで凹んだんだから、ね。冗談でも子供にそういう嘘を言っちゃいけないな、みたいな。ああ。何でいじられるか分かったもんじゃない、ね。そうですよ、本当に。逆襲ですからね、それは。ひどいもんだよ。語尾のワンは何なんですか？わかんない。ご主人様って。意外とあざといな。なわけねえだろうよ。
青井沙織のとあるイベントで、擬音語を山手線ゲーム形式で言ってコーナーがありました。はい。すると、結城さんは、ついてて、と早見さんに振り、早見さんは、中村さんと振り返し、二人ともモノマネしてました。早見さんが杉田さんのモノマネをするとき、中村と呼ぶときであろうセリフでした。何これ、どんな風に、超聞きたいんだけど。杉田さんのモノマネをする早見さん。さんめっちゃレアじゃないか。すげえな。すごい音源ですね。なんだろうな。その音源欲しいですね。うん、俺の中ではだって、1秒でも思い出したくないぐらい嫌われてると思う。いや、そんな嫌ってたらこうやって出さないですよ、そんなイベント。だと思うけどね。いや、迷惑だとは思ってるよ、多分。いや、思ってないです、ね。そうじゃ、むしろ気になるのは、杉田さんのモノマネが、結城さんの方がクッソ汚いの言ってて、早見さんの方がちょっと綺麗めにやってるのが気になるんですけど。どうしていいかわかんない。それ、結城さんですか？杉田さん。うえぐえぐえぐって呼ばれたことない。呼ばないでしょ。ないんだ。なんて呼ばない？江口さん。江口さん。なんで気を濁ってるんですか？いや、だってそんなイメージなんだもん。よどんだ空気っていうスキルが常に発生してるから。スキル。タラタタタジオって言ったら。スタートにね。スタートに修羅転生が発動するみたいな。よどんだ空気ってなって。ミリセンダイザーでしょ、うんうん、あとは、うん、まあ、ブレイブルー、ゲストでいらっしゃった時に、うんうんうん、ね。あ、そうだそうだ。うん、今井さんね、うん、イマジンっていう。そうだ、イマジンだ。うん。うんうんうん、っていうのと、近藤かの子さんでコンドムっていう。そうだそうだ。うん、そうだそうだ。あれはガンダムから撮ってるからね。ガンダムみたいでかっこいいでしょ、だからコンドムだよっていう、ね。コンちゃんって言うと、俺の中で近藤隆さんとかのイメージがあるんで。あ、そうだね。だどっちかっていうと、うん、あ、お前はコンドムだよっていう。困惑してたけどね、本人ね、うん、そうね、うんうん、そうね、いやまあ本当に素のテンションで嫌ですって言われたら変える予定だったんで今んとこそんな素振りもないので大丈夫かなって。あ、そっかそっか、うん、他にはいるんですか。あとはスーパーロボット大戦のラジオで一緒にやってる二人が、うんうんうん、斉藤さんがエリンギで、うん、で相沢さんが森そばっていう。あ、そうだそう、それ聞きたかったの、うん、エリンギも森そばも全くわからない。私一度ゲストでお邪魔したことがあるんですけど、うん、なぜなぜ、ね、もいって、まいなんで、その、相沢さんの名前が。うんうんうん、よくわかんない変なあだ名がついてたんで、うん、こんなの呼びたくねえなって心の中で。もでしょ、ドラクエ4コマから、お前森そばでいいよってなって。で、斎藤理恵さんで、で、それもなんかな、な、もう、理恵、エリンギってなってね。もう、それでいいや。ほら、なんかそのエリンギみたいな形好きでしょって言ったら、嫌いじゃないみたいな。なんてノリのいい。割と下ネタに寛大なんだよ。え、二人は喜んでるの？気に入ってる？そのまま使い続けてもう4年経つんで。あ、長いですね。今更変えようもないだろうっていう。そっか。まあ、確かにミカコングもかなり長いと思うんですよ。確かに。ウェルベールからだから。そうそうそう、相当長いよね。うん、そうそう。島には縮まってコング先輩になってるから。なんで特攻野郎みたいになってんだって。もう原型とどめすだよ。でもね、いいことばっかりじゃないんだ。最近ですね、結城葵さんに、うん、子供先生っていうあだ名をつけたんですよ。子供先生半端ないわーって言ってたら、うん、結構、杉田さん、お渡し会とかで子供先生って結構言われるんですよ。あれ何なんすかって言われて。先生ってことは尊敬してるってことなんだよ。いやー、もう見たことないような、なんかこういう半目のこういうじと目でこうやってた後に、なんかこう中村くんの後ろにくるくるってこう隠れて、このおじさんがいじめるってなんでね。その時の中村のまたこの下げすむような目でね。なんかちょっとわかる気がする。杉田さん、大人げないっすよ。杉田さんって何って。ほんと、今俺を殺したかったら海に連れて行くか子供先生をぶつけることっていう。どっちか。俺は死に至る。すごいなぁ。ベスト3はちなみにあるの？まあ、やっぱりゴッドゥーザー様かなって。まあ、でもミカコング先輩は五感的にすごい気に入ってるんで。すごい気に入ってるんだ。うん、知らなかった。そっか、はい。じゃあ、まあこれからもね。はい。あだ名をつけ続けて、まあ。新しくまたね、そういう共演者とか出てきたら、まあ勝手にまた言い出すと思うんで。うんうんうん、まああんまり悪い風に流行ってほしくないな。そうだね。なら言わなきゃいいじゃねえかっていう。言えってことで。アホガール見ました。あー、見た見ました。その2話にてですね、うん、杉田さん演じられておりますアクロ君がですね、風紀委員長に
妄想の中で言ったセリフ、お前の風紀を乱したい。こちらは塩沢さんを意識したのでしょうか。いやいや、あれは風紀委員長の妄想の中のなんかこう、か美形になったあっくんって書いてあって、自分の中のかっこいい声をチャンネルを探したら一番最初に塩沢さんが出てきた。お前の風紀を乱したい。本当に普段のアクと全然違うじゃないですか。そうだ、ガラッと変えてみたいなオーダーもあったから。なるほど。ガラッと変えすぎちゃった。あ、かっこよすぎですね。うん、今。でも俺あれ見て思ったんですけど、久しぶりだなって思ったんですよ、杉田さんのああいう役。あ、本当。うん。なんかすげえ真っ当にかっこいいじゃないですか。うん、そうだね。確かに。ちょっと可哀想な役ではあるけど、うん、不器用で友達ができないって役だから。すげえなんか真っ当にやっぱ杉田さんの声ってかっこいいんだなって。いや、ありがたい。うん。できるんだよ、ああいうのも。いや、本当本当。アクルはツッコミになると結構怒鳴るけど、それもやっぱちょっと銀時とか他のキャラとは差別化を図らない、うん。いや、本当違ったんですよね。なんかすげえ久しぶりに聞いた感じです。ありがたい。ああいう演技。NHK のナレーションでもなんかこう真面目に読んだら、うん、誰か分かんなかったぐらいのこと言われて。なんだと？親に言われてるだって。母さんに聞いたら、あれ？あれ、友川さんなの？母さん。うん。ところで、森川さんはナレーションを読まないのかしらって言って。うるさいよって言って。森川さん大好きやな。森川さんとかは、明夫さんが好きだからね。ああ、明夫さん好き。ね、そう。でも、アホガール結構爆発的に今、注目されてるじゃないですか。いや、面白かったです。ありがたい。うん。15分の中に凝縮されてるのがいいよね。あと、やっぱ、上坂さんが声、すごい張るから、あれ面白かったよ。やっぱ、コント向いてんだなと思って。でしょうね。うん。ちなみに妄想の中の美化されたアッくんは今後も出てくるんでね。マジか。あ、そうか。風紀委員長がだいぶあれの子になりますからね、そうそう。アクル君に心惹かれていくから、あくまで妄想の中の。結構やべえ感じになってる。やばいやつになってるからね。結構やばいやつになってる。その時にやっぱり自分の中のかっこいい声のチャンネルっていうのをこう、パッと出たのが。うん。この間は言われ、最近流行ってるかっこいいって言うと、やっぱこれだろうっていうのが出て、そのまんまで。なんかちょっと、だから、若干塩沢さんっぽいじゃないっぽいのやつも出てくる。最近流行ってるかっこいいやつ。なんだろう、これかなと思ったら、横で、ゆうきさんが詳しいから、うん、そのキャラですかみたいな。さすがゆうきさん。なんかちょっと違う気が。萌えにうるさい。萌えにうるさい。あとはなんか老後も一緒に暮らしたいみたいな妄想の時はおじいちゃんになってたから、うん